2004年9月、米アルバニー大学での講演にて、チャック・パラニュークは、アメリカの小説家。映画化もされた、ファイトクラブがよく知られている。ネット上では、彼の熱狂的なファンが多い。オレゴン大学でジャーナリズムを専攻。現在オレゴン州ポートランド在住。また、ブレッド・イーストン・エリス、アービン・ウェルシュ、ダグラス・クープランドといった、同じ1960年代前半生まれ。 同じ傾向の小説家たちと共に、ジェネレーション X の代表的な作家としても見られている。パスコで生まれる。同種バーバンクのトレーラーハウスで育ったが、14歳の時に両親が離婚し、兄弟たちと母方の祖父母の牧場に預けられることもあった。1980年にバーバンクのコロンビア高校を卒業。 オレゴン大学でジャーナリズムを専攻し1986年に卒業して以降、地元新聞記者などジャーナリストとして活動したがすぐに、辞め、フレートライナー社にディーゼル技師として就職し、作家活動が軌道に乗るまで勤め続けた。彼は、その間、仕事以上のことがしたいとホームレスの宿泊施設やホスピスでのボランティアを続けた。また彼は、 サンフランシスコなどから全米に広がっているクリスマスなどあらゆる機会に突発的に集まっていたずらを仕掛ける団体不協和音の会に参加していた彼は30代半ばから小説教室やワークショップに通い小説執筆の練習を始めた最初の小説インソムニアイフユーリブド v e the Hear ー o ー Do Be h は不満が多く出版されることはなかった その後書いた小説インビジブルモンスターズは出版社の編集者に不快すぎる小説だとして没にされた。こうして彼は技師の仕事の傍ら後に彼を有名にしたデビュー作ファイトクラブに取りかかる。最初はより編集者に嫌な気分を味わわせたいという動機から書かれた小説は短編から長編に膨れ上がり出版社も この不穏な小説の出版に踏み切った。この本はハードカバーで出版され、好意的な批評をいくらか受けた後、やがて本屋から消えてしまったが、ハリウッドが映画化権を買い、デビッド・フィンチャーが1999年に映画化して、以降大変な評価と批判、そしてカルト的崇拝を生むようになった。彼はこれ以後、サバイバー、インビジブル・モンスターズの出版で成功を収めた。特に若い世代は、 カルト的ファンとなり、ネット上のパラニュークのサイトに集うようになっている。2008年に、チョーク。が、サムロックウェル、アンジェリカ・ヒューストン出演で、セックスクラブとして映画化された。日本では2002年のララバイ以降、発刊が途絶えている。日本で読むことのできるパラニュークの本は14冊中5冊と、半数に満たない。映画化された、ファイトクラブ、チョーク。 もう現在は絶版である。ファイトクラブのみに関しては、解約審判が新たに出版された。ウクライナ人の祖父が1907年にカナダからアメリカに移民した一族で、ウクライナ、ロシア、フランスの家系を持つ。名字のポリニックは、父方の祖父母が、自身の名であるポーラとニックを組み合わせて作ったもので、ポーラニックと発音すると本人がインタビューで答えている。 祖父のニックはミシンの購入をめぐる口論から妻を射殺し、家族を追いかけ回した後自分を撃ち抜いて自殺した。当時3歳だった父親のフレッドは難を逃れてベッドの下に逃げ込み、ことの次第を目撃した。チャックが親戚から聞いた話によると、祖父はクレーンに頭をぶつける事故にあったことがあり、それ以降おかしくなったという。父のフレッドは母のキャロルと離婚後、 雑誌の出会い欄で知り合った女性と付き合っていたが、チャックのデビュー作、ファイトクラブが映画化された1999年に、その女性の元夫によって、女性と共に射殺され、家ごと燃やされるという事件に巻き込まれ亡くなった。母キャロルは、核工場で働いていたが、2009年に亡くなった。兄弟は4人。ゲイであり、フレートライナー社に勤めていた時期から20年以上。 付き合いのある男性と暮らしていることを公言している。ありがとうございます。